平野紫耀、新たな挑戦の舞台裏、ダンスの達人がダンス教室の舞台へ。こんにちは、皆さん。今回の記事では、元ジャニーズアイドルであり、その輝かしいキャリアを築いた平野紫耀さんの新たな一面を探ります。平野紫耀さんが、新会社を設立し、ダンス教室の先生として、活動の幕を開けるという、驚くべきプロジェクトについてお伝えします。 ジャニーズ時代の仲間からも高く評価される彼のダンスの魅力と、地なるステージへの期待についてご紹介いたします。平野紫耀の新たな始め平野紫耀さんは、ジャニーズ事務所を離れ、新しい挑戦に向けて準備を進めています。 彼が設立した新しい会社、株式会社仕様は、アーティストのマネジメントやコンサートの運営などを目的としていますが、その中に、ダンススクール、ダンススタジオの運営及びダンスインストラクターの養成及び派遣という項目が含まれているのです。ダンスの達人としての素質、平野紫耀さんは、その幼少期からダンスの才能を発揮してきました。 彼は7歳の頃から地元名古屋のダンススクールに通い、弟のリクさんと一緒にダンスの大会に出場し、名古屋で有名な兄弟ダンサーとして知られていました。スクールの先生は、平野さんを10年に一人の逸材と評価し、彼が指導者としても素質を示していたことを証言しています。 当時から、平野紫耀さんは子供たちに楽しさを伝え、笑顔でダンスを教える姿勢が親御さんたちからも好評でした。彼は大会で成績を収めながらも謙虚で、その教え方は多くの人々から高く評価されました。仲間たちの信頼。ジャニーズ時代の仲間たちからも、平野紫耀さんのダンスに対する信頼は非常に熱いものでした。 キング・アンドブスのメンバーに対してもダンスを教える機会が多く、使用は教え方がうまい、と評価されていました。先輩や後輩たちも彼のダンスの実力に一目を置いていたと言います。結論。平野仕様さんは新たな一歩を踏み出し、ダンス教室の先生としての活動に挑戦します。 彼のダンスの才能、熱意、そして指導力は、後進の育成にも役立つことでしょう。ジャニーズ時代から培った経験とファンのサポートを背に、平野志耀さんの新たなキャリアに注目が集まっています。彼が地なるステージでどのような輝きを見せるのか、私たちは期待と興奮で胸を膨らませています。読者への挨拶。 平野志耀さんの新たな冒険に興奮していることと思います。彼のダンス教室の先生としての活動が多くの人々にインスパイアを与え、新たな才能を育てる一助となることでしょう。これからも彼の活動を注視し、彼の輝きを応援しましょう。